皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は8月7日火曜日でございます。台風がね近づいております。関東はね朝から雨、寒暖差も激しいので、体調管理にはね気をつけて本日も元気に過ごしてまいりましょう。さて本日はですね TK2018 さんからのね新規初投稿ということで、好きなアーティストがねグレー、使ってるギターをね見ていくと東海のタルボイーボということでね、グレーの久しさんが好きなんだろうなということで、ボードも見ていくとですね、歪みが1個だけ、あとはねワイヤレスっていう形なんですけども、この歪みがですね、グレーの久しさんのシグネチャーディストーションなんですよね。国産の、320デザインのね、代名詞である有名な歪みブラウンフェザーのね、グレーの久しさんのシグネチャーモデルということでございます。エフェボーではね初めて多分投稿されたんじゃないかなと思います。それからね手前にあります、ボスのワイヤレスですね、 WL50、もう予約だけで完売してしまったんじゃないかということで、店頭にねほぼ並ぶことなく売り切れしまった大人気のねワイヤレスですけども、ボードに乗るとこういう感じになるんだということでね非常に参考になりました。TK2018 さん誠にありがとうございます。でねこのボード見ていくとね手前のこの空きスペースは一体何なんだと思われた方多いと思いますけども、コメント拝見して分かりました。MS3 をね、導入検討中ですということでね、カッコ変えたらいいなということで、もうぜひともね買っていただいて、こうグレーのね久しさんのサウンドをですね、もうギターもありますしシグネチャーモデルのペダルもあるので再現していただきたいなと思います。MS3 のね特徴は何といってもね内蔵のエフェクターをですねモジュレーションとか空間系です同時に6種類鳴らすことができますので、ぜひともね MS3 をご購入いただいて、ここにねはめ込んで空きスペースにはめ込んでいただいて、また投稿いただきたいと思います。でね、フェボーユーザー様にはですねぜひこの WL50、お買い上げの方もいると思いますので、こちらの WL50 をね、組み込んだ最新のボードをね投稿いただければありがたいなというふうに思います。ということで楽しみに待っております。それでは、本日もボードのある素晴らしい一日をお過ごしください。ありがとうございました。